がとんがり帽子山で。先客がいるみたいだぞ。ここは観光名所なのか？タイマン、are you serious? How can you forget this? How can you forget this person? あ、お前。うお、お、君たちか。What's with that voice?あの様子、まさか夢から覚めたばかりか？自力で目覚めるなんてありえないです。君たちにできないことが僕までできないとは限らない。一歩遅かったな。僕の研究はもう終わった。やっぱりファデイの仕業だったのか。そうカリカリするな。今日は時間がない。また今度にさせてもらうよ。今まで雪山の夢の中にいましたよね。レーナルトのことはどれくらい知っているんですか？レーナルト？何のことだ？まあいい、今はザクを気にしている場合じゃない。Oh man, long time waiting you have to see that name. Nothing wrong. 気づいてしまったんだ。恐ろしい、重大なことに。あ？星空自体、巨大な嘘なんだ。星空が嘘？モナの先生術を否定する気か？でも、そこまで言わなくてもいいだろう。それに、夜に空を見上げれば星が見えるじゃんかよ。甘い、甘すぎるよ。ま、君のせいじゃない。少し前まで僕もそう信じてたから。少し前まで？それって。君たちの話に付き合ってる暇はない。道化のやつ、こんな任務を僕に任せて事前に発見の可能性を教えないとは。僕を驚かせたかったのか？今から真相を確かめなければならない。失礼するよ、青二歳ども。どこに行ったんです？今青二歳って言いましたよね。私を甘く見るなんて。天才の怒りを教えてあげます。私を怒らせた罰です。当然です。パイモンもそう思ってますよね。ねえ。そうだな、モナ。うん、聞こえてますか、ファデュイの執行官、悪者め。でも先ほどの彼は嘘をついているように見えませんでした。師匠が先生術を教えてくれた時に言っていた偽りの空には他の意味があるのでしょうか？少し考え事をしてました。さあ、仕事しましょう。Did anybody understand any of that? Because I didn't. ああ、これが核心か？他の隕石とは少し違うな。この石から凄まじい元素力と意志を感じます。核心で間違いありま、ええ。壊さないとみんなは目覚めません。この確信が事件の根源ですから。頑張れ。
縄があれば山は登れる。いかだがあれば海は渡れる。40歳までわしはあらゆる秘境を踏破した。とんがり帽子山はわしの冒険を終わらせた。いや、それだけではないかもしれない。わしは年を取った。かつてわしは幾度も山のふもとで果てしない雪に敗れた。それはまるで弱点のない獣、世界の残酷さそのもののようで、わしは怯えた。勇気を失った冒険者は高い山を登れなくなる。わしは山登りをやめ、大きな夢を見始めた。人類は自然を征服するために道具を発明する。そして何度も何度も改善を重ねる。足でたどり着けないなら道具を使うのだ。道具でできないことは翼に力を借りよう。親愛なる友よ、この未完成の翼の設計図は託したぞ。未知を前に人類は力を合わせる。生きていれば人類にたどり着けない場所などない。わしに残された時間は多くない。長風はまだ訪れない。しかしわしらは、あるいはその子孫、弟子、友人の中に、そこへたどり着ける者は必ず現れる。ことだったんですね。人類の信念が千年間も存在するとは。ああ、先生学はやはりすごいですね。なんで急にそんな結論。星と交流することで全ての秘密が見えるからです。もちろんそれができる先生術師はそうそういませんが。急にどうしたんです。そういえばフィッシュルは不思議だよな。なんというか、あ、その確かにそうだけど、まさか間違った方法で正解にたどり着けるタイプの人。そうかもしれませんね。ただとんがり帽子山が小さな島になってるなんてな。かつての山が小さな島になって、船に乗れば簡単に行けるようになりました。誰でもとんがり帽子山に登れるってことか。レイナルトはそれで喜ぶのか。きっと翼を手に入れた人々はもっと遠くへ、高い場所へ行ける。未知を発見できる。さあ、隕石の核心の処理も終わったし、これで冒険者協会の依頼を無事完了したってことだな。